私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐が復活。5人揃った姿にファンが感涙する事態に。国民的グループとも称されるジャニーズアイドルの嵐。大野智さんの芸能活動休止を受け、嵐は2020年12月31日をもって活動休止しています。早く5人揃った姿を見たいと思って、ファンの方も多いのではないでしょうか。そんな中、12月3日にフジテレビで放送されたモノマネ王座決定戦で嵐が5人揃って登場したのです。モノマネですけど。モノマネ王座決定戦で嵐復活。12月3日にフジテレビで放送されたモノマネ王座決定戦のエキシビジョンメドレーで、モノマネ嵐が登場しました。相葉雅紀さんのモノマネをした相葉のりのりさんが、ツイッターに白いタキシードで揃えた5人の姿の写真を投稿しています。5人揃った姿にファンが感涙。モノマネではありますが、嵐が5人揃ったということでファンが歓喜した様子がネット上から伺えました。泣いちゃった、ありがとうございました。モノマネ嵐、なんだか感動した。モノマネ嵐が見られてかなり感動してる。モノマネだとしても嵐が見れて感動している。と、ネット上にコメントが寄せられていたのです。また、モノマネスマップも登場し、5人揃った姿がテレビで見られたことに対しスマップ来た。なぜか感動、貴重だわ。ありがとう。偽スマップでも嬉しかった。違うってわかっているんだけど、途中で涙が出そうになった。と、こちらもファンが歓喜している様子がうかがえました。嵐、そしてスマップ復活はありえるのか、気になるというファンの方も多いのではないでしょうか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。